あ、この子新人さんなの。天の邪子です。俺たちは英雄の英雄って。そんなに偉いんですか？え、生きてるだけで偉くないですか？あ、いや、まあ確かにね。二人に会えるの楽しみにしてたのよ。してないです。天の邪子なんだね。若いね。若いでまとめないでください。若いね。若者のスマホデビューは応援割、機種代も超お得。ちなみにおいくつ？言いたくないです。若いね。俺たちは英雄の英雄ってそんな偉いんですか？え、生きてるだけで偉くないですか？いや、まあ確かにね、うん。あ、いいなって自分も好きなものをはっきり好きって言えない天の邪子なとこがあるので、そういう役で三太郎の世界に入れて嬉しかったです。あ、緊張はしたんですけど、すごい現場の雰囲気が楽しくて、皆さんが優しくって楽しかったです。よかった。面白かったよね。なんかね、うん、初めてのキャラクターで、うん、あのさんがっていう意味もそうだけど、うん、この天の邪子がね、そう、役としても新しい感じでしたね、うん、いや面白かったです。ちょっと新しい、はい、なんか CM になったなと思ってます。あのちゃんのなんかこの雰囲気、独特な雰囲気が、うん、なんかこの三太郎といい感じにマッチしてたんじゃないかなっていうふうに思ったので、うん、はい、オンエア楽しみにしたいなと思ってます、うん、なんか三太郎って結構いろんなキャラクターが出てくるから、うん、なんかすごいいいスパイスになったなっていう感覚が私の中ではすごく強いです、うんうん、逆に違和感のまんまで良かったというか。そうですね、うん、いい意味でのなんか、うんうん、噛み合わなさが面白いみたいな、うん、はい、うん、嬉しいです。あのさんが普段バンドとかやられてるっていう話を聞いて、うんうん、音楽をね、はい、歌の中ではわりかしシャウトしたりとか、うんうんうん、いろいろそういう面もあるということで、うんうん、プロフィールを教えました教えていただきました。あのさんのこの喋り方に引き込まれちゃって、うんうん、なんか半分入ってないというかそういうこともあったけど、今回は遅く喋ってくださいっていう、そうね、ちゃんとね、いつもは早く喋ってってよく言われるのに、うん、この現場では遅く喋ってくださいっていうのを初めて言われたから、ちょっと混乱してるあのさんを初めて見ました、うん、はい、初めての経験でした。ゆっくり喋ってって言われることが、はい、最近寒いじゃないですか、うん、でマネージャーさんに寒くないんですかその服装でって言って、うん、寒くないとは言いますよね寒いのに、寒いのちょっと寒いって思ってるのにけど、うん、例えばね、そんぐらいかな。でもいや、もう確かに、うん、眠いのに眠くないって言ったらね、うん、そうだね、うんうんうん、気使ってっていう感じでね、うんうんうん、疲れてないですかって言われて疲れてないですっていうぐらいな、うん、なんかニュアンスですよね、うん、あんまり、うん、多分ここあのちゃん以外は割とストレートに気持ちを言うタイプだと思うんですよ。確かにそうかもしれないね。だから割と天の邪子っていうエピソードがないかもしれないですね。逆に自分がね、天の邪子っぽいっておっしゃってたから、うん、あのちゃんは何かあるのかな。僕は結構ファンの人とかにも好きですとか応援してますって言われても、うん、あっそって言っちゃうんですよ、うん、あっそでもすごい嬉しくて好きなんで、ちょっと今年はちゃんと気持ち伝えれるようにしたいです。今回の役にぴったりな、うん、でもそれが嬉しい可能性もあるよね。でもあっそって言われることが、うんうん、そうです ね、 ね、あ、ファンからしたらね、うんうんうん、今の僕がっていうよりは、この間のやっぱりワールドカップとか見てて、本当に若い人たちが頑張ってるのを見て、やっぱすごいなというふうには思いましたけど、うん、確かになんか何か始めるにも早いから、うん、なんか習得したりとか、うん、なんかするのが
いろいろなんか吸収がすごい早い段階でいろんなものを学んでるっていう環境が整ってるからか、なんかすごいポテンシャルを持った人たちが多いなっていう印象はありますね。昔より情報が多いのかな。あ、まあ、それもありますよね、スピードが速いのがね、SNS が発達して、うん、情報とか、うん、動画編集とかもみんなすごい上手で、ね、確かに、うん、だからカメラの前で喋るっていうのは結構もうみんなの普通になって、うん、あ、そうですね、てるっていうかね、確かにそういうのはあるかもしれないですね、うんうんうん、朝結構あの散歩するんですけど、その散歩コースが結構その小学生たちとも一緒になったりして、結構もう 7,8 人名前を覚えるぐらいになってて、うん、でその子たちとこう話してたりするとまたこう大人とは違う会話をできるので、まあちょっと若いレベルがだいぶ若くなっちゃいましたけどそういうの面白かったりしますよね。なんかトイレの花子さんの話になってその小学校で出るトイレがあると、うんうんうん、あの奥から2番目のトイレに花子さんが出るっていう話をしてたんで、俺が、その花子ちゃんは出んねやって言うたら、ちゃん付けダメだよみたいな。いや俺からしたらもうだいぶ年下やからちゃん付けでいいやろ、いやダメ、さんって呼んでくださいみたいな話を花子さんでもね、はい、されたっていうだけの話です。大型バイクの免許を取りたくて、すごい、なんか今まで原付バイクを乗ってたんですけど、うん、去年あの骨折、顔骨折しちゃって事故って、うん、で、まあ、原付もう乗っちゃダメって言われてるんで、うん、大型バイクの免許を取って乗りたいと思ってます。あ、バイクがダメじゃなくて原付ダメって言われて言われてます。だから大型だったらいいんちゃうかなと思って、はい、なるほど。車とかじゃなくてバイクがいいです。バイクがいい、はい、なるほど、ね、なるほど、新しいね。しかも中型行かないで大型行くんだね、うん、トンチが効いてるよね、はい、天の弱だね、うんうん、天の弱なのかなってダメって言われてるんでしょ、うん、そうです。バイク乗ったら、はい、あ、でも大型はいいって言われたの。そんな人いない。いないですよ。まだ言ってない。言ってはないけど、じゃあ今多分びっくりしてる人がどこかにいる、うん、そうだね、言ってるまず中型免許取んないとね。そうですね、中型から大型へ、うんうんうん、なるほど。